続きまして、レクチャー&コンサート1として、箏17弦箏の中村あゆみさんにお願いいたします。箏のお話について、八橋兼業作曲6段の調べ、吉沢兼業作曲千鳥の曲、宮城道夫作曲紅装備を演奏していただきます。中村あゆみさん、どうぞステージにお越しください。From now, Lecture Concert 1, Koto and 70 Strings Koto Instruction. And instructor is, and performer is Nakamura Ayumi. And title is Rokudan no Shirabe, composed by Yatsuhashi Kengyo. And Chidori no Kyoku, composed by Yoshizawa Kengyo.And Beni Sobi, composed by Miyagi Michio. 계속해서 Lex and Concert 1을 고토 17연기 고토의 Nakamura Ayumi 선생님께 부탁드리겠습니다. 고토의 이야기에 이어서 야츠하시 켄교 작곡의 Rokudan no Shirabe, 요시자와 켄교 작곡의 Chidori no Kyoku.宮城道夫작곡의베니소베의연주를듣도록하겠습니다나카무라아요미선생님무대로와주시기바랍니다はい、それではここからは箏のレクチャーコンサートということでしばらくお箏をお聴きいただこうと思います。本日はですね、6段と、千鳥の曲、それからベニソービーと3曲演奏いたしまして、まあ、ほんのちょっとではあるんですけれども、時代の中で奏曲がどのように変化していったかを感じていただければと思います。まずはじめに6段を演奏いたします。先ほど片桐先生もお話の中に出されてたと思いますけれども、まだいろいろ研究がされている途中で、作曲された年は明確にはなってないんですけれども、大体江戸の半ば頃の作品となっております。その頃は先ほどのお話にもありましたように、まだ奏法が単純なものしかなかったんですけれども、そのお箏が楽器として発展し始めた頃の作品となっております。それでは6段お聴きください。Thank you.
はい、今お聞きいただきましたのが6段ですね。あのお話にもありましたように、だんだんテンポが速くなっていったのもお分かりいただけたのではないかと思います。続きまして、千鳥の曲を演奏いたします。こちらはの幕末に作曲された曲になっておりまして、その頃にはもういろいろと奏法も増えてまいりました。でまたこの曲は特にですね、写実的な表現を多く試みてまして、例えばなんですけれども、でこれ割り爪という手なんですが、これを連続させて波の音を表現したりですとか、あとこれすくい爪というんですけれども、こういう手を使ってあの千鳥、小さいたくさん鳥が群れているのを鳴き声を表現したりですとか、そういったものが取り入れられているのをあの聞いていただければと思います。少々あの調弦を変えますのでお待ちくださいませ。
はい、ということで千鳥の曲でした。先ほどね、6段とはだいぶ違った、いろいろ情景が頭に思い浮かぶような曲だったのではないかと思います。続きまして最後の曲なんですけれども、紅装備という曲ですね。紅バラと書いて紅装備と呼びますが、この曲は明治以降西洋の音楽が日本に入ってきまして、その西洋音楽を邦楽にも取り入れてより発展させようという流れ、新日本音楽というんですけれども、その流れの中で作曲された曲となっております。テーマも乙女の心持ちを表現したといっていうことで、古典にはあまりないテーマなんですけども、曲を聴いていただきましたら、もう曲の作り自体が今までの2曲古典聴いていただきましたものと全く違うことが感じていただけるかと思います。こちらは尺八の福田先生にもご参加いただきまして演奏いたします。
はい、以上でおことのレクチャーコンサートを終わろうかと思います。たった3曲ではございますが、いろいろなバリエーションの曲を聴いていただけたのではないかと思います。この後本当の現代曲、最近ですね作曲された17弦にはなりますが、琴の曲も演奏いたしますので、ぜひお楽しみいただければと思います。ありがとうございました。中村あゆみさん、ありがとうございました。続きまして、レクチャー&コンサート2として、東京から邦楽聖会代表尺八の福田照久さんをお迎えしました。尺八のお話をお願いし、続けて尺八本曲鹿の音音を演奏していただきます。尺八にはたくさんの種類があり、通常目にする一尺一寸のサイズから二尺一寸や二尺四寸といわれる長管尺八もあるようです。それではよろしくお願いします。Now we'll have a lecture concert second. Lecture and concert 尺八 Performance is 福田照久. He will play 鹿の音音。계속해서 lecture and concert 2로서東京로부터邦楽聖会대표이신福田照久선생님을모셨습니다。尺八이야기를듣고나서계속해서尺八본곡인鹿の音音를연주를듣도록하겠습니다。尺八에는많은종류가있지만그에대한설명도하시겠습니다。
という楽器は歌口がとても大きくてですね、息をこう捉えるのが大変で、まあ、そういう点で難しいと、まあ、言われております。まあ、大きく空いてるということは逆に言えばこれも一つの利点ですので、この空いてるところをどれぐらい締めるか、どこを締めるか、顔でこういろいろコントロールしながらやってるわけですね。尺八の、まあ、演奏上では音程を下げることをメリと言いますね。まあ、沈むというふうな字は。まっすぐ下に下ろせばですし、横にやっても変わらない場合もありますし、音程が上がる場合もあります。今のように音程を上げることを仮と言いますね。メリは減じるという感じですね。その逆に仮は浮くという感じですね。一つの参考例では私は海外の方には時計の文字盤を示しまして、どの方向に顔を動かしていくか、ゼロの真ん中から、私の場合は、まあ、右サイドの文字盤を使っていきます。基本的にはゼロのポイントが一番いい音がするんですけども、だけども音楽の要求っていうのはそれだけではありませんので、特に現代の作曲家たちはいろんな音を求めてまいります。それに対応するためには、どういう音は開け顔を動かして開けてどういう音が出るとか、まあ、そういうことをいろいろ工夫しながらやっております。大変ですけれども、まあ、それが尺八のヨーロッパ音楽にはない見るべき
点だと思います。ありがとうございました。福田先生どうもありがとうございました。尺八大変魅力のある楽器で、今世界の尺八になっていまして、福田先生のお弟子さんがお弟子さんたちはフランスを中心にしながら道場を持ってるんですよね。パリとそれからボルドーに、道場がありまして、でフランス人のお弟子さんたちが、それぞれ聖会の聖という字ですね、聖なるというその、号をもらってお弟子さんがそれぞれ独立していってるんです。だからフランス人には尺八奏者が多いのことはその一つでもありますし、それからオーストラリア、に尺八のコンペティション世界のコンペティションがありまして、そこにはドイツからとかもう世界各国からいろいろ参加しております。それぐらいに尺八が日本の尺八から世界の尺八となっています。そのこともちょっとお伝えさせていただこうと思っております。続いて日本の現代音楽作品を紹介します。1曲目は伊藤光明作曲尺八と17弦琴のための再生です。再生は生まれ変わりまたよみがえりを意図した作品です。第10回東アジア音楽祭2021の際初演されました。尺八福田照久さん、17弦琴中村あゆみさんで演奏いたします。We will have Japanese contemporary music 1. First, Rebirth for Shakuhachi and 17 strings Koto, composed by Ito Kome, will be performed by Koto Nakamura Ayumi and Shakuhachi Fukuda Teruhisa. 이어서 일본의 현대 음악 작품을 소개해 드리겠습니다. 첫 번째 곡은 Ito Kome의 작곡 Shakuhachi와 17원 Koto를 위한 재생이 되겠습니다. 제10회 동아시아 음악제 2021대에 초연되었습니다. 샤쿠하치는 후쿠다 테루이사 선생님, 17연 코토는 나카무라 아유미 선생님이 연주합니다. Thank you.
はい、大変素晴らしい演奏ありがとうございました。今一度演奏者に盛大な拍手をお願いいたします。伊藤さん、改めてご紹介します。伊藤光明さん、東京からご参加くださいました。伊藤さんはこの作品は前回第10回の東アジア音楽祭の時に初演されて、まあ、今回再演になるんですか。はい、はいはい、
今回またお声かけいただきまして、再演になります。で、尺八の福田先生のアイディアで、当初普通の通常の尺八、一尺八寸のものだったんですが、福田先生のそのご提案で今日は長いアーカンのやつで、やっていただいて、これもまた素敵だなというふうに自分のあれなんですけれども、素晴らしい、こっちの方がいいなというふうに思いました。はい、分かりました。先ほどからのレクチャーでもご説明していただいてますけれども、今の話でも一尺八寸の長さの尺八よりも今回使われたものは二尺、一寸になるんですかね、アーカンですよね、長管尺八なんですけれども、そちらを使うと非常に幅広く深みが出てくるっていうことで、長管尺八を使われたっていうのは大変成功かもしれませんね。それからお琴の方も17弦琴っていうことで、通常の13弦よりも長い、低音も含めた形での、楽器になってますから、音楽の幅がまた広がりましたね。そういった意味でも大変いい作品になってきてるんじゃないかと、そのあたりちょっと初演の時とはまたちょっと違ってるわけですね。はい、はいはい、伊藤さんはもうたくさんの作品作曲しておられるんですけれども、またコンクールでもね、パンムジックもそうでしたかね、現代、作曲家の作品展に応募され入賞しておられる優れた作曲家です。本当に今回も作曲、参加していただいて本当にありがとうございました。じゃあどうもこれからもますますお元気で、作曲活動に専念していただければと思います。ありがとうございました。続きまして、今セッティングされているのが私の作品で、広島の歌にというソロパーカッションニストのための作品なんです。ご覧いただいてますように、打楽器の中でもですね、ドレミファソラシドっていう音階を使うものはなくて、仏壇にある金とか銀とか、また風鈴とか、それからドラとかですね、右手の方に吊るしてありますけれども、それから革系のものとか、革系の、ボンゴとかですね、それから木質の、ウッドブロックとか、そういったもので全体の、作品を作っております。作品って言いましても、サウンドをこうメイキングする、サウンドメイキングって言いますか、そういうタイプの作品なんです。いわゆるメロディーのない音楽ということで大変不思議に思われるかもしれませんけれども、このような作品のスタイルになっております。こういった作品には、パーカッショニストは大変バチの持ち替えであるとか手順であるとか、そういった意味では大変苦労して、演奏者と作曲家が共同作業で作っていくような、そういうタイプのものなんです。そのあたりが今までの、いわゆる楽器のために作っていくっていうこととは若干違ったあり方だと思います。準備が整いましたら、それではパーカッション奏者
白谷秀康さん、よろしくお願いいたします。 Now the poem of Hiroshima Second for solo percussionist composed by Tomotani Koji will be performed by 白谷秀康。일본의현대음악작품도문타니코지작곡히로시마의시이솔로퍼커니스트를위해서를개정초연합니다그럼타악기연주자흑크타니히데야스선생님잘부탁드리겠습니다
はい、白谷さんありがとうございました。また一度盛大な拍手をお願いいたします。このようなサウンドメイキングのための作品、今日お聞きになって、あ、こういうことも音楽なのかと思われたかもしれませんけれども、メロディーのないタイプの音楽もあります。で、打楽器の場合にはいわゆる日常、例えば家庭の台所にある、ボールであるとかですね、コップであるとかグラスであるとか、いろんなものが音の素材になるということを まずはちょっとお伝えしなきゃいけないと思います。今回の場合には金属質のものという意味で あちらのドラであるとか、それから金とか銀とか仏壇にあるものですね、お寺にあるものとか、それからカウベルが今下げられておりますけれども、こういったものを使ってきました。で、作品の、こういった作品が作られる、出発点といいますか、作曲者によってさまざまだと思いますけれども、韓国の作曲家のキム・ヒジェ先生の、リタニーの場合には「魂の歌」っていうところがメッセージの出発点になっていると思います。それから、アイリン先生の作品の場合にはセウォル号のことが原点にあります。それから伊藤さんの場合には、再生って言いますか、よみがえるっていうことということが非常に出発点にあって、そのためにこういう音の素材をどういうふうに考えていけばいいのかっていうところに、だから順番としては逆ではないんですね。音の素材の面白さがあるからこういう作曲をしましょうっていうことじゃなくて、今回取り上げさせていただいた作品は全て何か精神性って言いますか、こういうことを表現したいからこういう音素材を使いたいっていうふうな順番で皆さんにお届けさせていただいていると思います。この広島の歌の場合には、シリーズとして今私は今7曲目に取り掛かっているんですが、私事で恐縮ですけれども、私も被爆2世であって、そして私は兄弟本当は6人いたんですけれども、一番上の兄が被爆死してて、もちろん両親も被爆してるんですけれども、一番上の兄が8月6日の翌日に、家の近くの小学校で避難してて、そして、亡くなったわけですけれども、名前が浩二っていうんです。で、私も浩二っていうんですけれども、漢字は違います。私は戦後生まれたんですけれども、両親からすれば私自身もそのよみがえるといいますか、再生するということの一人だったのかもしれません。で、そのことに気づいたのは、私が結婚して私の子供に名前をどうつけようかと思ったときに、自分はやっぱり浩二で、長男も浩二で、ということは親からすれば子供に何かこう伝えていきたい何かがあるのかなっていうふうに感じさせられた、それが作品のこう原点というか出発点になっているわけです。これは一つの例ですから、作曲家の皆さんが全てそうではないと思います。ということもお伝えさせていただいて、これからレクチャーのまだ続きですけれども、今度お三味線の方に入らせていただきたいと思います。続きまして、レクチャーとコンサート3として三味線を取り上げます。三味線は細棹、中棹、太棹などさまざまな種類があります。
今回は長唄で使われる細棹が使用されます。それでは邦楽聖会の木根主峰さんに長唄越後獅子の演奏をしていただきます。 So next is Lecture Concert 3. Title is 長唄越後獅子。三味線 is 木根主峰。계속해서レックス&コンサート3으로서三味線이되겠습니다。三味線、細棹、中棹、太棹등다양한종류가있습니다。이번연주에는長唄에사용되는細棹が사용됩니다。그럼邦楽聖会의木根谷詩帆先生으로부터長唄越後獅子연주를부탁드리겠습니다。越後獅子というのは越後から来る角部獅子が遠く離れた地よりふるさとを思う気持ちと町のにぎわいをめでたく歌った曲になります。調弦は三下がりになっております。ご年配の方は、メロディーや歌詞に聞き覚えがあるのではないかと思います。
根谷志芳さん、ありがとうございました。続いて日本の現代音楽作品として友谷浩二作曲風の歌に尺八と三弦のためにを演奏していただきます。尺八福田照久さんと三味線の木根谷志芳さん、よろしくお願いします。 Next is the Poem of Wind Second for 尺八 and 三弦。尺八福田照久、三味線木根谷志芳。이어서일본의현대막작품으로서도모타니코지작곡바람의시이샤크와치와사면을위해서가인류됩니다샤크와치후쿠다테리유사선생님샤미센기네아시오선생님께부탁드리겠습니다
大変素晴らしい演奏ありがとうございました。風の歌、パート2になりますけれども、この曲は実は井上陽次っていう、神父さんがおられまして、もう亡くなりましたけれども、戦後間もなく遠藤周作さん、作家の遠藤周作さんと一緒にフランスに渡った神父さんなんです。で、9年間ほど神父の修行をしてこられて、でそのもう少しで、ヨーロッパでの神父、いわゆる除会を受けて司祭になるっていう直前にですね、いや私は日本に帰らなきゃいけないと。なぜならば日本におけるキリスト教のあり方っていうか、日本人にとってのキリスト教って何なんだろうということに目覚めて、そして、この方は東洋思想の研究者、哲学者でもあったものですから、一辺上人や法然とか、そういう方々の思想、道元もそうですけれども、非常に研究して、亡くなる前に、場所、道元、イエスっていうふうにして、場所もの求めた道、それから道元の求めてきた道、そしてキリストの求めてきた道、それはすべて生き方の上では同質、同じ質のものではないだろうかっていうことに気づいていくわけです。そういったことに非常に感動しました。でこの方の余白の旅っていう出版物があるんですけれども、その中にですね、いわゆる日本に帰ってきて龍安寺の石庭を眺めつつ、いわゆる白砂っていうのは自然界なんだと。で神様の世界であり仏様の世界でもあると。でそこに大中小さまざまなこう岩があって、でそれは境内の方から見ると全体も見えるし、またここに小さな、また中くらいの大きい石、全部で10号あるんだそうですね。でその10号が大きくも見えるし小さくも見えるし、 2,3 のグループにも見えるし、そういうふうなこう見え方、これ白砂の上にって言った時に、もしかしたら私たちも自然界にあって、一人一人私たちも違いますよね。それが岩に置き換えられて表現されているんではないだろうかと。でそれぞれがバラバラにあるんじゃなくて、何らかのこう関わりを持ちつつ、その自然界、白砂の上にあるというふうに井上陽次神父は説いていったわけです。でその、白砂の中にあるものっていうのは、いわゆる生きとし生けるものというふうに捉えていくことができると。で白砂っていうのは、その自然界でもあるし宇宙界でもあるんですけれども、そういう中で、そこにはお互いがその関わりを持つときには何らかのこう力が働いてるんだということから、そこには風がある。風っていう意味は精霊っていう意味でもあるんです。そういった風があることによって、お互いがその、顔の違う私たちがお互いにこう関わり合っていく、そういう世界がこう白砂の上にあるということを説いていて、ちょっと哲学的な話で大変恐縮なんですけれども、そういったことを私たちに説いてくださった神父さんでもあるんです。私は東洋思想の側から井上神父のそういった場所道元イエスという、考え方が非常に自然に私のこう考えの中に息づいてきたもんですから、井上神父が亡くなった時に大変がっかりして、私はこれからどういうふうに井上神父のそのものの見方、考え方に
ついていったらいいのかなっていうふうにも考えていたところでした。まあ、風っていう意味ではそういう意味で精霊っていう意味でもありますし、こういろんなものをこうお互いに関わりが持ち合っていけるようなそういったあの力、働く力を、考えさせてくれるんではないかということで風の歌っていうふうにいたしました。それからもう一つはよく質問されるんですが、今お三味線を弾かれながらあのナムサヤっていう、これはあの実はサンスクリット語のニュアンスを用いて私が作った言葉ではあるんです。でちょうどお経のようにも聞こえますけれども、あのなんて言いますかね、宇宙の中のこう光のようなという意味であの作品の中に、位置づけていきました。あの意味はないんですけれども、しかしそういうニュアンスを、まあ、音素材として作っていったっていう、まあ、これもあの作曲家の一つの姿勢なんです。あの、まあ、このようにして、まあ、再生っていうタイトルも、それからイエローリボンもそうだし、広島の歌もそうだし、風の歌もそうだし、あの何か何を表現していったらいいのかっていう作曲家のこう願いって言いますか姿勢、それが、それぞれの楽器をまた音素材を求めさせて、そして一つの作品に仕上げていくっていうプロセスがあるんではないかなっていうことで、あの今回の韓国の現代音楽作品と日本の現代作品を紹介させていただきました。いよいよ最後のステージになります。ありがとうございました。日本舞踊のステージは広島在住で世界的にご活躍の花柳雅豊さんにご出演いただきます。杵屋志保さんの三味線の弾き歌いでご披露していただきます。演目は長唄黒髪です。天明4年1785年の小出四十郎杵屋左吉の作品です。辰姫は恋人の源頼朝を北条政子に奪われました。その悲しい心情を髪をすきながら切々と歌います。Our last lecture and concert 日本舞踊 Japanese traditional dance title is 長唄黒髪。 It will performed by 花柳雅豊and 杵屋志保 with 三味線。마지막무대인일본모형의무대가되겠습니다。히로시마에서거주하시면서세계적으로활약하고계신花柳雅豊선생님께서출연하십니다。杵屋志保선생님의三味線연주와노래로구성이됩니다。제목은長唄黒髪입니다。1785년고이데시지우로와키네야사키치의공동작품입니다。다짐에는연인인미나모토노요리토모를호조마사코에게빼앗깁니다。그슬픈심정을머리를쓸어내리면서절실하게노래합니다。
ありがとうございました。これをもちまして第11回東アジア音楽祭2024年 in 広島からのメッセージ、日本と韓国の友好と創造の祭典すべて終了いたしました。金井先生、本当にありがとうございました。金谷先生、また西川先生はじめありがとうございました。大変素晴らしい日本舞踊のステージをありがとうございます。もう一度ステージの方にお礼してください。今一度盛大な拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今回東アジア音楽祭では、これまでの音楽だけではなくて、このように伝統舞踊とそして音楽とということも重ね合わせて進めさせていただこうと思いました。音楽の方も舞踊の方も同質といいますか、同じ質で、これから の文化の在り方方向性を模索していってると思います。非常に卓越した芸術内容を皆さんたくさんお持ちですので、そういう意味でジャンルを超えて共有できることができればということが私の願いでした。
第11回東アジア音楽祭はこれで終了いたしますが、来年第12回東アジア音楽祭では伝統音楽と日本の伝統音楽と韓国の伝統音楽、そして日本の伝統舞踊とそれから韓国の伝統舞踊、まあ、そういったことももちろんヨーロッパのものも多少織り込みますけれども、まあ、そういう形で東アジアのこういった潮流をですね確かめていきたい、模索していきたいと思っております。これからもいろんな形で皆様にまたご支援をしていただければと思いますが、日本舞踊の世界も大変素晴らしいし、韓国の伝統音楽の世界も大変素晴らしいし、日本の伝統音楽の世界も大変素晴らしいですし、それぞれの素晴らしさをですねこういった場で共有していくことができればと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。本日は長時間ありがとうございました。